さに大活躍だな。テイテイハッテイ。次もキリト君の背中は私が引き受けるからね。ごめんね。あんたらすごいんだな。少ないがこれを受け取ってくれ。お兄ちゃん、OSS は知ってるよね。ああ、オリジナルソードスキルのことだよな。自分だけの技が作れるっていうのは魅力的だよな。私が前にログインしてた頃はなかった遊び方なんだ。この辺がちゃんと SAO の機関プログラムを引き継いだって証なんだろうね。そういえば ALO のこのシステム、人に渡せるって知ってた？ああ、別アバター1名に限定して育てた OSS を渡せるんだったよな。でもあくまでそれは作り出した技を使えるというだけで、熟練度までは引き継げない。結局もらった側もゼロから育てていかなきゃダメなんだよな。うん、そうみたいだね。ま、俺たちの仲間内ではそういうことをやるのはあんまりいなさそうだけどな。みんな隠して新しい技を作りたがるタイプだし。そうだね。お兄ちゃんは OSS 育てないの？ああ、今スバルト・アルブヘイムの攻略が最優先だからな。確かに OSS の習得に時間を取られてたら他のプレイヤーに先を越されちゃうもんね。正直なところオリジナル技を作りたいんだけど時間がないんだよな。何日か続けてフルダイブできれば。もうお兄ちゃんってば。それじゃあ SAO にいた時と変わんないよ。そうだったな。キリト君いる？パパ、私です。アスナとユイカ、今ドアを開けるからな。パパ！ユイ、いきなり抱きついてきて。突然押しかけてごめんね。構わないよ。あの、パパにお願いがあるんです。うん？何でも言ってみろ。パパとママと私の3人で写真を撮りたいんです。3人で？そうか、家族写真か。そういえば撮ってなかったな。私もみんなで写真撮りたいな。そうだな。じゃあどこで撮ろうか。せっかくだから景色のいい場所がいいよね。景色のいい場所、街の中じゃなくてフィールドの方がたくさんありそうだな。まずは撮影場所を探しに行くか。はーい、3人で空のお散歩ですね。ゆいちゃんすごく楽しそう。早速出発です。なかなかピンとくる場所がないな。なんだかこの辺のフィールドを閑散としてるよ。別の場所を探すか。あ、どうしたの？あれ、見てみろよ。クエストが発生してますね。なんでこんな人気のないところに NPC が立ってるんだろう。あ、ちょっとキリト君、一
ちゃった。パパはこういう珍しいクエストに目がないですからね。もうキリト君ってば。ゆいちゃんごめんね。いえ、みんなで冒険するのも楽しいです。私はパパとママとまたこの世界で一緒にいられるだけでとっても嬉しいんです。うん、私もだよ。写真はいつだって撮れます。だから今はパパのところに行ってあげましょう。そうだね。キリト君、置いてかないでよ。ごめん、つい。それでクエストやるんでしょ。え、いいのか。はい、みんなで挑戦しましょう。キリト君よりずっと大人だね。それじゃあ、お言葉に甘えて。 NPC が困っているみたいですね。パパ、話しかけてみてください。わかった。どうしたんですか。若者よ、話を聞いてくれるか。はい。以前はな、ここら一帯は美しい自然に囲まれた村だったのじゃ。しかし今ではこの有様、水が干上がって大地は痩せ、村人もいなくなってしまった。それもこれもみんなあの怪物のせいじゃ。あいつが現れてから川の水がせき止められてしまった。若者よ、どうか怪物を倒して村を救ってはくれないか。なるほど、討伐系クエストみたいだな。わかりました、任せてください。おお、ありがとう。その怪物はどこにいるんですか。ああ、もともと川の上流だったところに居座っておる。気をつけるんじゃぞ。会話が終了したみたいだな。次は川の上流に行けばいいのか。地面の傾斜的にあっちの方ですね。よし、行ってみよう。あそこにいるのが例の怪物か。川をせき止めるだけあってかなり大きいわね。あのモンスターは体が大きいので敏捷性は高くないようですね。一撃一撃をちゃんと見極めてステップで避ければ大丈夫だと思います。そうなんだ、ゆいちゃんありがとう。パパとママのことを全力でサポートします。ゆいがいると心強いな。さて行くか。うん、はい。大丈夫？どうかした？これで決めてやる。マナーが切れたのか。テイクハッテイクハッテイクテイクハッ。これで決めてやる。テイクしまった。テイクまだ余裕だぜ。せい、これで決めてやる。はっ、マナーが切れたのか。はっ、せい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 、はっ、せい、ほっ。ここからが勝負だな。無理しちゃダメだよ。テイクテイク。ちょっと待って。元気になったよ。テイクテイク。テイク。これで決めてやる。テイク。大したことなかったな。こんなの楽勝よ。やりました。やった。ああ、
これでクエストクリアだな。あれ？何も起こらないよ。おかしいな。他にも怪物がいて、そいつらも討伐しなきゃいけないとか。いえ、その必要はないみたいですよ。なんだ？いきなり地面が揺れ始めたぞ。地震？来ます。3、2、1。うわぁ！ごわぁ！はぁ、いきなり地面から水が吹き上げたぞ。びっくりした。何かが爆発したかと思ったわ。これで川は元に戻ってクエストクリアですね。まさか最後にこんな仕掛けがあるとは思わなかったな。本当だよ。びっくりして腰が抜けちゃうところだった。パパ、ママ、あれ見てください。あ、虹だ。わあ、すごい。吹き上げた水のおかげでできたんだな。わあ、私初めて虹を見ました。すっごく綺麗ですね。VR 世界とは思えないくらいだよ。ああ、そうだ。どうしたの？ここで家族写真撮らないか。もうこんなに綺麗な虹は見られないかもしれないしさ、記念にちょうどいいだろ。はい、賛成です。もうさっきまでクエストのことしか考えてなかったくせに調子いいんだから。そうと決まれば虹が消える前に撮るぞ。わかった。ゆいちゃんは私とキリト君の間ね。はーい。それじゃあ行くぞ。はい、チーズ。ちゃんと撮れた？ああ、バッチリだよ。わあ、パパ、ママ、ありがとうございます。ゆいが喜んでくれてよかったよ。ゆいちゃん、これからも家族3人でたくさん写真撮ろうね。はい。お仕事をお探しですか？お気をつけて。お気をつけて。またいつでも来てくださいね。やっぱりセブンちゃんすげえよな。こんなにいい歌を何曲も作り続けながら MIT を首席で卒業だろ。しかもあの可愛さったら尋常じゃないわよ。セブンに近づけないかしら。はい、おい、やめておけよ。お前にはセブンちゃんをお守りするギルドシャムロックに入るのは無理だぜ。あいつら護衛隊みたいなもんだし、一人一人がとんでもない力を持ったプレイヤーらしいぜ。俺、シャムロックの入隊試験落ちたけど、ずっとセブンちゃんを応援し続けるんだ。俺なんてこの間、七色博士の実物を見ちゃったもんね。え？どうやったの？この間来日